パオロッツィ、ニュートンダイエート書館の広場、ニュートンは、ウィリアム・ブレイクの絵に基づいていて、ニュートンの方程式が、いかに人類の世界観を、数学的法則によって決定されるものに変えたかを表している。パオロッツィ、諸国民の富。パオロッツィの故郷エディンバラのサウスゲールにあり、アルベルト・アインシュタインの知識は素晴らしい。 しかし、想像力はそれ以上だという言葉が、名に刻まれているエドゥアルド・パオロッツィ、CBE、フラワー、イギリスの彫刻家、美術家。パオロッツィは、北エディンバラのリースに、イタリア移民の長男として生まれた。1943年に、エディンバラ芸術学校で、1944年に、セントラル・セント・マーチンズ・カレッジ・オブ・アート・デザインで、 1944年から1947年にかけてロンドンのスレード美術大学で学んだ後フランスのパリで仕事をした印象的なシルクスクリーンの連作でパオロッツィは広くシュルレアリストとして注目を浴びたさらに1960年代イギリスのポップアート運動の先駆けとみなされるインデペンデントグループの設立者の一人となった パオロッチが1947年に作ったコラージュ、私は金持ち男のグサみは時にポップアートの最初の真の霊賞だというレッテルを貼られているが、パオロッチは常に自分の作品はシュルレアリスムだと述べていた。後には彫刻家としてより知られるようになった。特に有名なのが巨大な彫像の制作で、それは実物そっくりに見えはするが、 実は、直線的要素が加えられるか置き換えられるかし、または、キュビスム的手法によって解体された人間のフォルムが備わっているものである。パオロッツィの作品には、以下のようなものがある。パオロッツィは、カリフォルニア大学バークレー校、ロイヤルカレッジオブアートなどいくつかの機関で、彫刻並びに陶器を教鞭を取った。また長く、ドイツとは、つながりがあり。 アーティストエクスチェンジスキームの一環として、1974年からベルリンで働いている。1977年から1981年まで、ケルンの高等教育機関ファッハ法補修レで教授を務め、その後には、ミュンヘンのミュンヘン美術院で彫刻を教えた。パオロッツィは1968年に大英帝国勲章を授与され、 1979年には、ロイヤルアカデミー・オブ・アーツに選ばれた。1960年代後期から始められた、文芸雑誌、アンビットへの寄稿と、1986年から、勤めた、スカルプター・タイン・オーディナリー・フォース・コットランドは共に、死ぬまで続けられた。1989年には、ナイト尺を得て、サー・エドワルド・パ・オロッツになった。1994年、 パオロッツは、スコットランド国立近代美術館に、作品の中から、主要なものと、スタジオにあった多くのものを寄贈した。1999年、国立スコットランド美術館は、パオロッツのコレクションを展示する、ディーンギャラリーをオープンした。そのギャラリーには、パオロッツのスタジオが再現され、ロンドンやミュンヘンに、オリジナルのある作品を呼び起こすコンテンツが揃っている。 2001年、パオロッツィは脳卒中に襲われた。以降は車椅子の生活を余儀なくされた。2005年4月、ロンドンの病院で死去。ありがとうございます。